フリースロー対決恒例みたいに言うじゃないですか。ちなみに去年の、はい、スコアといいますか、去年のフリースロー対決覚えられてますか？ちょっと覚えてないな。覚えてないですか。ではこちらをどうぞ。はい、前回の対戦、ヒルキヘッドコーチにアイマスク着用というハンデ戦でフリースロー対決を行いました。3本勝負で私木村が1対0の新勝で無事プレゼントをゲットしました。ありがとうございます。今年はちょっとね、さらに難易度を上げた対決をさせていただきたいなと思いまして、こちらを用意させていただきました。わかりますでしょうか、こちら。いやなんか嫌な予感がするな。ヒルキヘッドコーチの予感は的中。今年のハンデはこれだ。ぐるぐるバット、5回転してもらいシュートを放ってもらいます。もちろん今年もプレゼントをかけた3本勝負です。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ライフ踏んでるライフ踏んでるライフ踏んでる。しっかりしてよ。ヘッドコーチ細かいな。うわー、嘘ね。嘘でしょ。練習してきたでしょ。さっき50本打ちました。さっき50本打ちました。あ、打ってた。あっちの方で見てました。1、2、1。はい、どうぞお願いします。よいしょ。あ、ちょっと待って、めっちゃ普通。あー、よし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 、めっちゃフラフラする。あ、します。やっぱりしますよ。あー、よし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 おっと、来てるのかな本当に。よし、取って。うわー、すごい。まあこんなもんですよ。でもフラフラしてます。本当にしてます。いや、5じゃダメじゃないかなと思って。次は僕も10でいきます。おお、あっ、よし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 。10周と言われましたよね。もう10でも10 で, 10でも20でも10です。10か。これね、皆さん、あのファンの皆様、はい、垂涎の光景が出てくると思いますので。、はい、どうぞ。1、さあ行きましょう。ジム、ジム、ボールここです、ボールここです。ボール。よいしょー、よいしょー、来たこれ。ちょっと待って、嘘。絶対勝つと思ってたんだけど。絶対負けると思ってました。3本で決着がつかず、ここでサドンデスに。どうしてもプレゼントが欲しいので、ヘッドコーチはスリーポイントラインからシュート。さらに、ボールを取ったら3秒以内に行きましょうか。オッケー。厳しいな。さあ、1、2、3。はい、お願いします。じゃあボールを取って、3、2、1。やらー。あっ、危ねー。あれ、ちょっと待って、あの助っ人外国人だ。大きい。おっしゃ。いや、来たー。今年はすごい。今年はね、いや実は、はい、去年からボール触ったの1年ぶりなんですよ。え、1年ぶりです。いや、これは契約ありますね。ありがとうございます。